キリュウさん、キリュウさん、もう日本に着いたのか。ずいぶん深く眠ってましたよ起こすのが気の毒になるくらい。そうか、悪かったな。あ、それとさっき一番からメールがありました。パレカナの教祖に出くわしたそうですが、逃げられたって。アカネさんとラニはまだ見つかってません。進展があればまた連絡くれるそうです。分かった。ハワイのことは今は一番たちに任せましょう。俺たちはまずは病院です。そのために帰ってきたんだから。はあ、分かった。ナンバさん。ああ、どうも。どうでした？ご本人も認識されていますが、症状がかなり進んでいます。正直こうやってご本人が直接通院されてきたことに驚いています。それぐらい体への負担は大きいはずです。尋常ではない精神力をお持ちなんでしょう。そんなに悪い状態なんですか？医師の立場としては今すぐ入院して療養に専念することを強くお勧めします。それが無理でもせめて在宅で安静にして療養するか。はい、でもきっと。ええ、はっきりとその意思はないとおっしゃられました。決めるのはあくまでご本人です。医師にその権利はありません。おそらくもう何度もやられてるとは思いますが、難波さんからも改めて療養を進めてみてはもらえませんか？何かのきっかけでお考えが変わるかもしれませんから。ええ、わかりました。失礼ながらあの方は自ら生きることを放棄しているように見えます。死に急いでいる、そう言い換えてもいいかもしれません。医者として正直歯がゆいです。あれだけ気丈に振る舞う精神力をお持ちなのに、一体何がそうさせているんでしょうか。本当なんでなんでしょうね。どうぞ。ここ一番の家なんです。汚ねえとこですみません。すぐにもっとゆっくり休める場所を探しますから。いや、そっちさえ構わなきゃここがいい。ホテルに泊まるより人目につかねえ。俺もう死んだことになってる身なんでな。そうでしたね。花輪さんからも言われてますよ。人前で呼ぶときは鈴木太一さんでって前にも使ってた偽名なんだ。気を使わせちまって悪いな。まあそんなことより、ねえ桐生さん。ん？聞いた話じゃあんたもう治療しないってことだけど、そいつはどうなんですかね。医学は今この瞬間も進歩してるし、もう少し粘ったって罰は当たらねえ。よかったら俺もいろいろ当たってみますよ。何かがんの新しい治療法とか。いいんだ、構うな。それについちゃ大道寺の連中も散々調べてくれた。俺なりに何もあがかなかったわけじゃねえんだ。せめて茜さんたちが見つかるまでは持ってほしかったんだがな。これからって時に
方が来ちまった。思い通りにいかねえもんだ。キリオさん、失礼しますよ。ああ、もしかして俺の出てる間ずっと調べ物してたんですか？ダメですよ。それじゃあ何のために日本に帰ってきたんだか。どうにか春日たちの力になれねえかと思ってな。パレカナについて調べていた。収穫はねえけどな。ネットで分かりそうなことは、ほら、あのエイちゃんってのがやってくれてます。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。無駄だよ難波。その人に何を言ったところでね。ん？お前は客を連れてきしまいました。あ、大丈夫、信用できるやつですから。どうせ一人にしたらまた調べ出すに決まってる。不毛なことは承知の上でな。確かコミジュルの、ええ、孫妃ですよ。覚えてました？今はハンピン・リューマンも束ねる偉人町の顔役です。私はあなたと同じ日陰者だ。周りには死んだことになってる人間が他にも大勢いる。だから私と会ったところで大道寺の人間は気にしないだろう。なんでここに？病気の人間に挨拶させる手間を省いてやったんだ。それに裏社会での格はあんたの方が上で、こちらから挨拶に出向くのが筋ということにしておこう。あの俺がチクったわけじゃないですよ。こいつ桐生さんが来てることをあっという間に嗅ぎつけてて。そういや、この町の情報はコミジュルに筒抜けだったな。座ってもいいか。とりあえず万病の薬を持ってきたんだ。一応元看護師の身としてはおすすめできねえんだけどな。伝説の竜が起こしたあらば手ぶらで来るわけにはいかないだろ。なるほど、春日はよそ行っても相変わらずだな。自然と周りに人が集まってくるのはあの愛嬌のせいか。愛嬌ね。まあ言えてる。ああ、それがあいつの不思議なとこだ。見てるうちに何か力になってやりてえと思わせやがる。言いたかねえが、それがあいつの人徳ってやつなのかもな。それ聞いたらあいつ喜ぶだろうな。ん？どうした？俺の顔に何かついてるか？なあ、キリュウさん、あんた一番好きな食べ物ってなんだ？なんだ急に。言い方を変えようか。今日人生が終わるとして死ぬ前に何を食べる？最後の晩餐ってやつさ。おい、どうしたんだよその日。今のキリュウさんにそんな話。別に構わねえよ。けどなんだろうな、死ぬ前に食いてえもんか。やっぱりね。普通はそんな時間をかけずに答えられるものだ。どういうことだ？
あんたがいかに自分のために時間を使ってこなかったかがよくわかる。常に誰かのために生きてきたね。兄弟分の代わりに10年無所に入ったんだったな。え、そうなんすか。無実で親殺しの汚名を着てたんだ。で、その懲役中に消えた沢村由美を追い、その娘である沢村遥の成長を見届け、ここ何年かは彼女たちのために自分の死まで偽装している。だが本当の死が間近なら、最後くらい自分のために時間を使ったらどうだ。言ってることはよくわかるぜ、ソンヒ。その通りだ。俺もそう思うんだけどよ。はあ、なんであんたが俺にそんな気を回すんだ。コミジルの人間も似たところがあってね。かつて我々は人言派に忠誠を誓い、生きるも死ぬも組織に手綱を握られていた。その呪縛を逃れたはずのこの地でも、なかなか自分の人生を取り戻すことはできない。結局そのまま最後を迎えた同胞を何人も目にしてきたよ。彼らの上に立つ身としては寂しい限りだ。あんたは俺のボスじゃない。ああ、だがここは私の町だ。堂島の竜に不完全燃焼で死なれちゃ夢見が悪い。はあ、随分な言われようだな。そんなすぐ死にそうに見えるのか、俺は。いや、そこまでじゃないんですがね。けどここは使命として休む、気晴らしするってのはどうです。多分その日はそう言いてえわけだろ。ま、そんなところだね。気晴らしって何をしろってんだ。じゃああんたなら何をする。ん、私か。なんだよいざ自分が言われたら何すりゃいいかわからねえってか。いや、そうだな。私はよくバッティングセンターで気晴らしをする。無心で球を打つんだ。大抵は半純義に生意気な口を叩かれた時。ああ、またそういうアクティブなやつはちょっとまずいな。今の桐生さんはとにかく安静にしねえと。よしてくれ。俺はまだそこまで弱っちゃいねえよ。なら、その言葉を証明してもらわないとね。ん？行こうじゃないか。今すぐに。この街にはいくらでもお楽しみがある。だがまずは一発バットでかっ飛ばすといい景気づけになるな。マジか。よし、わかった。俺もその気に乗りますよ。街に出ましょうや、桐生さん。どうせ横になって休む気もないんでしょ。ったく参ったな。まだマッコリが残ってるじゃねえか。伝説の極道がケチなこと言うな。飲み足りなければこの先私がいつだって付き合ってやる。何年も組織のトップなんてやると、たまには対等に口聞いてくれる相手が欲しくなるんだね。それにあんただって難波と二人じゃすぐに息が詰まるぞ。確かに言えてるな。あんた、そりゃないでしょうよ。つべこべ言わず私も仲間に入れるんだな。この町にいる限り異論は認めん。
どうも、こんばんは。ちょっといいっすか。ん？今、僕ら財布なくしちゃって、だから、お金貸してもらっていいですか。ちょっと偉人町の顔役さん、この町の風紀はどうなっとるんですか。こんなチンピラのしつけまで押し付けるな。とはいえ、大事な客人がいるときにこれとは最悪のタイミングだな。あんたが気にすることじゃねえ。ろくでなしはどこにでもいる。ねえ、だからお金出してってば。何ボケっとしたんだ。いいよ、もうやっちゃおうぜ。それな。キリュウさん、下がっててください。なんだと。言いたいことは分かってます。でもあんたは今こんなことで体力使っちゃダメだ。あんたのエネルギーはもっと楽しいことに使ってもらわには困るんだ。ああ、それに言ったろ、この町にいる以上あなたは私の客人で、この不始末は私がきっちり責任を取る。お前らってことで、やる気ならかかってこい。中年の意地見せてやら。次なってん。楽しませてもらうよ。なんだこれは。どうしました、桐生さん。具合悪いっすか。いや、そうじゃない。なんだ、何が見えてる。ん？そういえば、春日が似たようなことを言っていた。敵がモンスターに見えるだったか。あ、それ一番が言ってたやつ。よくわからんが来るぞ。気をつけろ。気遣いには感謝する。だが、てめえが売られた喧嘩を人任せにするのは趣味じゃねえ。俺も混ぜてもらうぜ。何？バッティングの前の準備運動だ。たく、無理せんでくださいよ。やるか。怖いよ、怖いよ。え、どうした。やるのかよ。相手してやる。来いよ、来いよ。さっさと来い。仕留める。そうだ、くれてやる。はじけ飛べ。出番が来たな。やる。来ない。必殺。うわー。調子出てきたぞ。手数がいるな。ほら、来いよ。あっと。ほと。私の番。かかってこい。脇が甘いな。手加減はなしだ。シンプルにいくぜ。頑張りますか。見たかよ、俺の勝ち。桐生さん、大丈夫でした。ああ、ありがとうな。おかげで助かった。なんだか逆に気使わせちゃいましたね。そんなことはない。本当だ、お前たちのおかげで
俺も春日の見てた光景を見れた。俺もあいつから話を聞いた時は分からなかったが、どうやら仲間と立ち向かうのが勇者ってやつらしい。これが勇者だけに見える景色なのか。キリュウさん、なんだよ、一番とあんたにしか見えない景色ってか。かっこいいじゃねえか、なんか。喧嘩相手が化け物に見えて羨ましいか。まあそれもそうだ。まあ何はともあれ、気を取り直していきましょう。ああ、やってやる。かかってきやがる。私の番。なんだ、行くぞ。おい、さあ仕留める。そこだ。苦しい。はっ。調子出てきた。ついてこれるか。悪くない気分だぜ。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。そろそろメガネケース新調したいな。ん？使ってるやつが壊れたのか。あ、ええ、実はおしゃれなメガネケースに目がねえんすよ。ああ、違います、ダジャレじゃなくて偶然かけちまっただけで。メガネだけにかかったと言い切る勇気は買わせてもらう。そんな勇気売りたくないっす。よし。なんか文句あんのか。あそこに何かあるの。開けてみるか。開いた。カレーの匂いがすると無性に腹が減るな。わかります、カレーは食欲がなくても食えちゃいますよね。実は俺ね、カレー作るの結構好きなんですよ。大量に作って1週間寝かせたカレーはコクが段違いなんです。おいおい、そんなに寝かせたらさすがに痛むんじゃねえのか。極上のコクと旨味を味わえるか、痛みに負けて腹を壊すか、食うまでわからないギャンブル性のある禁断の料理ってところです。負けた時悲惨だから、そのギャンブルはやめておけ。いい感じだ。焼きそばの香りがすると不意に夏祭りを思い出すな。祭りなんて長く行ってねえな。孫妃も屋台で遊んだりするのか。まあ私もそんなに行くわけではないが、
金魚すくいが得意だった。どの魚が油断しているか一目でわかるんだ。そいつの動きを見極めて最低限の動作で仕留める。何匹でも救うことができるぞ。金魚が欲しくなったら言ってくれ。コミジュルの総帥に目をつけられたら金魚もお手上げだな。では金魚が必要になったら孫妃に出張ってもらおうとしよう。よし。そういえば今朝情報番組の占いコーナーで私の今日のラッキーカラーはピンクだと言っていたな。孫妃はそういう占いを気にするんだな。別にいつもチェックするわけではないんだがな。しかし一度見てしまった以上は多少気になるというか。まあその気持ちはわからないでもないな。だがピンクの小物のような可愛らしいものは持っていないし、今日はラッキーになれそうにないな。鏡を見たらラッキーになれる気がするが。いいことありそうな髪の色だ。え？あ、いい感じだ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ここのカレー屋はうまくてよく繁盛期と来るんだ。ただ店主が食事中に何度も何の追加を進めてきてな。こういうカレー屋ではよくあるよな。一度断ったら目に見えて肩を落としてしまった。以来どうにも断りにくくて毎回つい頼んでしまう。案外お人よしなんだな。そりゃ腹も膨れるだろう。とはいえ多いものは多いからほぼ繁盛期に渡している。いつもはち切れそうな腹で店を後にしているよ。そのせいなのかあいつはここに最近来たがらなくてな。絶対そのせいだろう。よし。高級焼肉屋の近くで飯を食うと何でも高級焼肉の味に感じるっていうライフハック知ってます？ホームレス時代に先輩から教えてもらったんですよ。それはライフハックなのか？聞いたことないかな。まあ嗅覚をフル活用して匂いをおかずにする技っすね。他にもカレー屋やうなぎ屋でも応用ができます。百歩譲っておかずになるとして店に迷惑がかかるんじゃないのか？なのでギリ迷惑にならない近場の公園探して食ってました。やってることはあれだが一応マナーってもんはあるんだな。いい感じだ。そろそろ歯磨き粉を買い足さないとな。でもそんなに安くなってないな。買わなくていいのか？たまにセール対象になるんでそれまで待ちますよ。歯磨き粉は限界まで絞ればあと数日はいけるんで。安くなる頃には今のチューブは紙みてえな薄さになってそうだな。よし。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。だったんだよな。資格を取るのは大変だったの。そうですね。臨床実習や試験勉強、いろいろ頑張りましたよ。ちょうどここみたいな本屋で参考書買いまくってたな。立派なことだ。真面目なんだな。ただね、つい漫画も一緒に買っちまってさっぱり勉強進まなくて、あの時期の漫画は全部読んでたかもしれねえな。真面目なんだか不真面目なんだかわからんな。いい感じだ。寿司屋か。たまには回転寿司に行くのもいいね。孫妃が好きな寿司のネタとかあるのか。いろいろあるが、回転寿司ならサーモンが一番だな。乗っている脂もくどくなく、まろやかな甘みがいい。なるほど。確かにうまいよな。ちなみに2番目は炙りサーモンだ。本当にサーモンが好きなんだな。よし。難波は酒には強いのか。いや、そんなに強くないんすよ。あんまり顔は赤くならないんで、強いとか言われるんですけどね。すぐに眠くなっちまうんで、電車で寝ると大変なんですよ。大変？いや、やるぞ。後悔するなよ。力の差を見せて。かかってきなよ。さっさと来い。どうや。来い。どうして舐めるなよ。脇が甘いな。かますぜ。遊んでやるか。かかってこい。さっさと来い。決さうわぁ勝ち。俺が勝負はすごい。さっきの話だが、難波は酒には強いのか。いや、そんなに強くないんすよ。あんまり顔は赤くならないんで、強いとか言われるんですけどね。すぐに眠くなっちまうんで、電車で寝ると大変なんですよ。大変？高確率で終点で降ろされるんです。昔飲み会ラッシュの時期は諦めて終点まで定期買いましたね。そりゃまた賢明な判断だな。いい感じだ。おお、この店ではレシピ本がベストセラーなのか。孫妃は料理もするのか。まあたしなむ程度にだがな。ただ私は少々辛く味付けをしすぎてしまうらしい。部下に振る舞ったらみんな顔を赤くしていた。なら先に半純義に味を見せたらどうだ。させてこの結果さ。あいつめ、気を使ってうまいと言いよって。なるほど、参謀の気遣いがあだになっちまったのか。なら俺が今度味見してやろうか。遠慮なく感想を言うぜ。桐生さんに味見、それはむしろ本番では
本番？いや、何でもない。今日はちょっとベストセラーを買って帰ろう。うん、よし。やるよ。私の番。どうよ。相手してやる。来なよ。さあ。出番が来たな。見さらせ。手加減は手数がいるな。やるか。無駄だ。見たかよ、これの活躍。まだ強くなれるな。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。始めようか。やるか。さっさと来い。ほらほら、どうしたどうした。来やがれ。相手してやる。仕留める。テイクかかってこいよ。調子出てきたぜ。寝てるわ。頑張りますか。来ないでしょ。必殺。こっち。私の番。東京だけは買ってやるよ。やるとかやるぞ。後悔するなよ。私の番。相手してやる。気上がってこいよ。脇が甘いな。空くれてやる。はじけ飛べ。手加減はなしだ。遊んでやろうか。終わらせる。うーし、きったりょう。出番が来たな。どうした。必殺。人生これ成長ってな。すげえゴミの山だな。街中にこんなのがあるとは。あ、キリュウさん、気をつけてください。ん？気をつける？こういうゴミ山には動物が潜んでることがあるんです。俺もホームレス時代にここでアライグマと鉢合わせしましてね。
あいつ意外と凶暴で強いんですよ。ギリ勝ちましたけど。こんなところにもアライグマがいるなんて驚きでしょ。俺はお前がゴミをめぐってアライグマと勝負してた方に驚いてんだが、いい感じだ。でな、噂の相手にこんな人だって。 DVD なんだ、見たい映画でもあるのか。いや、そういうわけではないんだが、先日ハン・ジュンギが大量にレンタルしてきてな、見たいドラマを置いてる店をようやく見つけたとか言って。あいつあれちゃんと返したのか。モニターの前にあったような。優秀なやつなんだが妙に抜けているところもあるからな。意外とカホガなんだな。あいつもそこまで間抜けではないだろう。甘やかすつもりはないんだがな。そういうところも含めてお互い支え合えてるんだろうな。念のため返却期限は確認してやってもいいかもな。まったく世話のや。ほう、え、なんだ、見たい映画でもあるのか。いや、そういうわけではないんだが、先日ハン・ジュンギが大量にレンタルしてきてな、見たいドラマを置いてる店をようやく見つけたとか言って。あいつあれちゃんと返したのか。モニターの前にあったような。優秀なやつなんだが妙に抜けているところもあるからな。意外とカホガなんだな。あいつもそこまで間抜けではないだろう。甘やかすつもりはないんだがな。そういうところも含めてお互い支え合えてるんだろうな。念のため返却期限は確認してやってもいいかもな。まったく世話の焼ける。よし、絆が深まったぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いい調子だな。もしもし。おー、久しぶり
こにでも行けそうだ。偽物じゃねえぞ。謝罪するまでぶちのめす。分かって消えがる。やる。さっさと来い。消えやがる。脇が甘いな。直だ。うわ、調子出てきたぞ。ついてこれるか。上がってこいよ。うわ、うわ、うわ、出番が来たな。私の番。悪くない。まだまだ強くなれそうだ。始めようか。私の番。脇が甘いな。そうだ、くれてやる。始めるな。手加減はなしだ。下がってこいよ。来ないで。どうしよう。寝てるわ。出番が来たな。必殺勝負あったな。おう。ん？あそこに何かあるな。開けてみるか。やったぜ。またな。おう。お掃除の時間だ。
ほほう。誰にも止められないぞ。大量だ。またな。どこにでも行けそうだ。おう。
掃除完了だな。またな。体調万全だぞ。おう。行くぞ。ほほう。もがってくぜ。誰にも止められないぜ。悪いな。ほほう。ほほう。大量だ。どこにで、おう。お掃除の時間だ。もらってくぜ。やってくぜ。誰にも止められないぜ。なんだと。ぐはもらってくぜ。ほほう。ほっほっ、何？またな。調子。おう。行くぞ。もらってくぜ。おほほ。
ほほう。おお。もらってくぜ。もらってくぜ。何？ほほう。ほほう。おほほう。ほほう。ほほう。おお。よこせやに。拾いたかった。また。体を温め。おう。行くぞ。もらってくぜ。もらってくぜ。ほほう。何？ほほう。ほほう。誰にも止められないぜ。もらってくぜ。おお。誰にも止められないぜ。
大量だ。ああ、調子いいぜ。おう、ああ、またな。私の番。仕留める。ソラ、くれてやる。はじけとめ。出番が来たな。相手行くぞ。遊んでやろうか。見さらせ。うわあ、なんだ。手加減はなしだ。相手にならねえな。おう、たまには将棋でも指してみるか。いいですよね。指している中で心が研ぎ澄まされるっていうか、思考がクリアになって心の奥底が開く感じがするんです。ほう、なかなか深いことを言うじゃねえか。対局を通じて自分との対話っていうのかな。あ、暖房スイッチ切ったっけ、光熱費払ったっけ。もう一人の自分にいつもそんなことを問いかけるんです。随分と生活感のある対話してるんだな。というか全然将棋関係ねえじゃねえか。いい感じだ。よく分かってきた。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。体を温めとかねえとな。ちょうど欲しいと思ってたところでね。ありがとう。キリュウさん、ちょっと飲み物買っていいですか。ああ、構わねえよ。うん、って
お前の財布ずいぶん膨れているな。万札でも詰まってんのか。それならいいんすけどね。レシート捨ててなくて、家計簿つけようと思ってレシート取っておいてるんです。ほう、そりゃ偉いな。金の管理をするのはいいことだ。ただね、財布に貯めたレシート出すの億劫になっちゃって、肝心の家計簿もまだ白紙っていう。まずは自分の意識から管理しねえとダメそうだな。よし。いつでも戦えるぞ。そうか。こうして街を走っていると運動不足解消になるが。孫悲は運動不足なのか。もちろん体をなまらせるわけにはいかないからトレーニングはする。だが組織を束ねる者として座っての作業も多くてな。コミジュル総帥もデスクワークには勝てねえか。だから意識して決まった時間に体を動かすようにはしている。ラジオ体操とかな。規則正しい生活ができていいぞ。なかなか渋いな。だがちゃんと早起きしてやるとは立派なもんだ。まあたまに寝過ごすので昼に録音した体操をすることもあるが。規則正しい生活と、いい感じだ。目的も決めずにフラッと電車でどこか行ってみたいっすね。ほう、それも楽しそうだな。やってみるか。お、乗ってくれますか。それでどこに行きます。おいおい、だから目的地は決めないんだろ。ああ、そうでした。やっぱ何か決めないと落ち着かないのかも。まあ、それもいいんじゃねえか。お前の性分なんだろ。行きたいところを決めてみんなでゆっくり行けばいいさ。それもそうですね。でもその時は桐生さんも一緒っすよ。よし、絆が深まったぜ。旅行会社のチラシ見てるとどっか旅したくなりますね。なんだ、行きたい場所があるのか。場所っていうよりもでかい滝とか見に行きたいです。ああいう迫力あるの好きなんですよ。100メートルの滝とかすげえんだろうな。せっかくだし滝を見るついでに打たれる修行でもしたらどうだ。100メートルクラスともなればきっと煩悩も吹き飛ぶぜ。意識も吹き飛びそうなので遠慮しておきます。いい感じだ。よく分かってきた。
これだな。よし、取れたぜ。やってやろうぜ。私の番。どっさい。頑張りますか。調子出てきたぞ。出てきたぞ。調子乗ってんじゃねえぞ。かかってきやがる。やるか。手加減はなしだ。来やがれ。ほれほれ。頑張りますか。さっさと来い。必殺。私の番。どうした？はい。ほら！注目してくれ、頼む！出番が来たな。見さらせ！調子出てきたぜ。ダメんなよ。あ？わかってこい。手数がいるな。度胸だ。まだ強くなれるとはな。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。
外食するといっつも同じメニュー頼んじゃうんですよね。冒険するよりも失敗したくないっていう気持ちが勝って。まあ気持ちはわかる。だが挑戦する気持ちを忘れちゃダメだぜ。俺もたまには新しいものを食おうと思ってな。シェフの気まぐれ創作料理っていう新しいメニューを頼んでみたんだ。おお、さすが桐生さん。で、味はどうだったんです？震えるほどまずかったな。二度と食うことはないだろう。失敗してんじゃないですか。よし。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ありがとうございました。例えばソンヒはどんな音楽をよく聴くんだ？固定したジャンルではなく、いろいろ聴くぞ。昔の曲もな。カムロ巡恋歌とかは最近のお気に入りの曲だ。カムロ巡恋歌は俺も好きだぜ。今度デュエットするか。キリュウさんとデュエットか。それもいいね。ではボイストレーニングに通うので少し待ってもらえるだろうか。え？いや、歌手デビューしろと言ってるわけじゃねえんだが。ソンヒは完璧主義なんだな。まあそういうことにしておこう。いい感じだ。気に入らねえな。さて始めようか。やるか。相手してやる。ほれほれ。来いよ来いよ。
脇が甘いな。しつけの時間調子出てきたぜ。来ないのか。シャー、シンプルに行くよ。あん、ディア、うん、あっち来い。目障りだ。寝てるわ。うん、生きてこい。死因が持っちまって。ボンボヤ、頑張りますか。どうした必殺。うわぁ、俺をバカにしてんのか。私の番。さっさと来い。仕留める。そこだ。うわ、しびれる。手加減はなしだ。ついてこれるか。見たか、人生はこれ成長ってな。学校を見ると学生時代を思い出すな。難波は得意な教科とかあったのか。得意かは分かりませんが、理科とか好きでしたね。液体窒素実験とか面白かったっす。バナナを凍らせたりとかして。ああ、バナナで釘を打つんだろ。実際に打てるもんなのか。俺がやった時は釘に打ちつけたらバナナの方が砕け散りましたね。そのバナナがすぐ溶けるんで、体中バナナの香りで過ごしました。そりゃまた楽しい学園生活だな。よし、絆が深まったぜ。頑張れよ。まだまだ余裕だ。その肌をチェックするのが楽しみです。私の番。おしめめ、やるぞ。頑張りますか。見さらせ。あっついな。調子出てきた。研いだばかりの一級品だ。来ないのか。うん、終わらせる。度胸だけは悪くない。まだまだ強くなれそうだ。これだな。よし、取れたぜ。いつでも戦うぜ。あそこに何かあるな。開けてみるか。開いた。俺は今機嫌がムカつく野郎だぜ。調子に乗るなよ。やってやろうぜ。やるか。どうした。脇が甘いな。しつけの時間。死ぬ。遊んでやろうか。やめんなよ。
手加減はなしだ。寝てるわ。頑張りますか。来いよ。さっさと来い。あっち来い。さて。はい。そらよ。すまねえ。私の番。なめんなよ。やるのか。仕留める。で、ここだ。調子出てきたぞ。やろうぜ。来やがれ。来いよ。使え。レオユ、出番が来たな。必殺。うわやるか。行くぞ。どこに行くよ。注目してくれ。頼む。やるか。かかってきな。はい。こっち集合。おっつ。どうした。おいよ。手加減はなしだ。来やがれ。終わらせる。来いよ。恨めしいや。こっち。くれ。注目してくれ。頼む。気をつけて。どうした。どうしたあっち来い。調子出てきたぞ。
よし、かっ飛ばせ。よし、キリュウさん、ナイスバッティング。体大丈夫っすか？ああ、平気だ。すっきりしたぜ。確かにいい気晴らしになる。ありがとな、ソンヒ。おかげで楽しかった。何を言ってるんだ？これだけで満足してもらっちゃ困るな。まだまだこんなものじゃ済まさんぞ。ああ、それに桐生さん、なんだか顔色が良くなってるよ。なんでだろうな、不思議なもんですね。さあ、次は何をしようか。そうだな、なら何かうまいもんでも食いながら考えるか。いいっすね。何食いたいですか？腹が膨れたらカラオケもいいな。堂島の竜はなかなか歌を聴かせるって噂だ。まあ話半分で聞いてるが。それはいつの話だ。しばらく本気の歌を誰かに聴かせた覚えはね。話半分かどうかその耳で確かめてもらうぜ。調子が出てきたね。どうかしたか？キリュウさん、エンディングノートって知ってます？エンディングノート？いや、初めて聞くな。思いっきり大まかに言うと、お手軽な遺書って感じです。残された家族とか友人へのメッセージとか、後々面倒になる遺産周りのことを書いておいたり。それは遺書とどう違うんだ？同じに聞こえるぞ。遺書と違ってエンディングノートには法的な効力がないんです。だから本当に個人的なメモ書きみたいなもんで。なんだそれは。なら書く意味ないじゃないか。いや、お手軽だからいい面もあるんだよ。遺書にせよエンディングノートにせよ、そういうもんをしたためるってのは人生の終わりを強めに自覚してるからだと思うんです。まあそうだろうな。そういう心持ちの時に、自分がいなくなった後のことじゃなくて残りの時間をどう使うかを考えるのに、エンディングノートはおあつらえ向きなんです。これまでの人生を振り返りつつ、心残りであったりとか、実はやってみたかったこととかをエンディングノートにバンバン書き出すんですよ。そんでそれを片っ端からどんどんやってみる。なるほど、心残りのチェックリストみたいなものとして活用するわけか。そういうこと。桐生さん、孫妃も言ってましたけど、あんたもうちょい自分のために時間を使った方がいい。残された時間がわずかだってんならなおさらだ。あんたが療養に専念する気がないって言うなら、それは桐生さんの意思だ。俺はそれを尊重します。でも
そこまでして果たしたい何かがあるなら、それに集中できる環境作りも必要でしょ。ナンバ、バス戦で汗流しただけでも顔色がだいぶ良くなってる。キリュウさん、あんたは自分を押し殺してるだけで、本当はやりたいこと、やったら楽しいことがたくさんあるはずなんだ。それが何なのか考えてやってみることは時間の無駄なんかじゃない。むしろ桐生さんをベストコンディションに持っていく最善の手だと思う。元看護師として請け負うよ。ああ、確かにいいかもな。エンディングノートか。一つやってみるか。え言い出しっぺはお前なんだから、いろいろ面倒見てくれよ。ええ、それはもう、じゃあ早速始めましょうや。今思いつく限りじゃこんなとこか。いいですね、結構あるじゃないですか。カラオケで熱唱いいですね、いいですね。うまい酒を好きなだけ、あんまりおすすめはしたくないですけど。寿司銀で卵を腹いっぱい卵好きだったんですか。このなりで卵ばっか食うのもな。いい店だからカッコつけちまったのを思い出したんだ。いいですよ桐生さん、まさにそういうこと。まあ、思い返してみればこうだったとか、よくよく考えたらこうしたかったとか、そういうのをバンバン思い起こしてやっていきましょう。どれどれ、他には若者に流行りのスイーツってやつを食べてみたいありったけかけって言ったのはお前らだろう。あ、すいません、いや、あまりに予想外のが続いたもんで。いや、すまない、笑い物にするつもりは毛頭ない。むしろ少しときめいてしまった。なんだよそりゃ。でもマジでいい感じですよ。いや、これはやりがいがあるし、もうちょいみんなでワイワイやりたいもんだな。あ、なら欠かせないやつが一人いるな。ん？キリュウさん、これからキャバクラどうすか。ノートにはその辺書いてなかったっすけど、あんまお好きじゃ。バカ言え、これから書くところだったんだ。じゃあ決まりだ。もうその日お前もいいだろ。女だっていい女は好きなんだ、もちろん付き合おう。よっしゃ、じゃあ行きましょう。休憩ですか。
こへでも行きますぜ。狙ってたっていう後輩とは思ってんのか。まあ無事に。もしもし。でな、この間財布拾って届けたら俺に一割か。エモいぜ。泣き叫んでもいい。楽しませてもらうよ。やるか。逃がしゃしねえぜ。相手してやる。脇が甘いな。出番が来たな。目覚めだ。どうした。見さらせ。ごちそうだ。残させくらえ。こんなもんだ。よし。まだまだよ。思い出す。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。飛ばすぞ。機嫌が悪いんだ。すぐへばるね。楽しませてもらうよ。力の差を見せてよ。脇が甘いな。しつけの時間だ。容赦しないぞ。やるか。目障りだ。見さらせ。うわあ。足ないぞ。勝負あったら
んな目で見てんじゃねえよ。やってやろうじゃねえか。おい、やるか。手加減は何だ。刺激する。よそ見そうだよ。頑張りますか。はっ、うわぁ、うわぁ、うわ、私の番、脇が甘いな。ソラ、くれてやる。受け止め。調子出てきたぞ。ついてこれるか。出番が来たな。俺たち、いつでも戦うぞ。いらっしゃいませ。3名様で。ああ。ご指名はございますか。サッチャ。ああ、いや、サエコさん頼むわ。かしこまりました。失礼します。3番テーブルご指名です。ごめんなさい。失礼します。ちょっとなんちゃん。キリュウ。何このメンツ。そっか、キリュウさんがガンだったなんてね。俺も最初に聞いた時はショックだったよ。けどこの話はもう一周回って今は次のステップだ。それがエンディングノートのリスト？ああ、こうなりゃ何としても全部達成してほしくってさ。俺と孫輝でがっつりサポートするつもりよ。なるほど。なんかそう聞くと燃えてくるね。そこでなんだがな、さっちゃん。俺と孫輝だけじゃちょっとだけ心細くてよ。もう一人仲間が欲しいんだ。ふんふん、じゃあそれが私ってわけ？そういうこと。手伝ってくれるか。当たり前でしょ。むしろ私を外しちゃお話にならないじゃん。安心して、キリュウさん。私がどこにだって案内してあげるから。迷惑じゃねえのか。何言ってんの、水臭い。またみんなでやろうよ、前みたいにさ。それにほら、なんちゃんと孫悲だけじゃ花がないんじゃない？ふん、面白いことを言う。なら、その花とやらがどれほどのものか見せてもらおうじゃないか。オッケー、相手に不足はないってところね。おい、今何が起きてるんだ？チームが一つにまとまったってやつですよ。というわけで、よろしくどうぞ、キリュウさん。よし、これでさっちゃんも決まりだ。じゃあまずはキリュウさんご所望のカラオケ行こうぜ。正直、少し意外だった。ん？お前はもっと桐生さんに療養を迫るかと思っていた。職業的な立場からしてもね。そうしたいのは山々だけどよ。ほら、北風と太陽だ。ん？桐生さんがああ言ってんだ。
滅多なことで気持ちを変えられるもんじゃねえ。けど医者が言ってた。何かのきっかけで考えが変わるかもしれないってよ。だから作戦変更だ。桐生さんに思いっきりやりたいことを楽しんでもらう。そんで生きてるって最高って感じてもらうんだ。そしたら生きようと思い直すかもしれない。そういうこと。後でサッチャーにも言っとくつもりだ。このエンディングノートの真の狙いってやつをな。孫妃も頼むぜ。あの人を黙って死なせてたまるかってんだ。ああ、全く同感だ。なんちゃん、一番元気でやってる？ハワイでトラブルに巻き込まれてるよ。それもあいつらしいだろ。ええ、キリュウさん。ああ、俺が向こうで会った時はもう警察に手錠かけられてたからな。なんていうか相変わらず気になるよな、一番のこと。うん、別に、なんとなく聞いてみただけ。あれ、そうなのか。開けてみるか。やったぜ。前はよくここで釣りとかしてたんですよ。他のホームレスに魚分けたり交換したりしてたな。ここでも魚は釣れるんだな。俺も釣りは結構好きだぜ。昔は船で海に出て取りに行ったこともあったな。船って本格的ですね。たくさん釣れたんじゃないですか。まあな。ただ巨大なタコと格闘したりとかしてる。命の駆け引きっていうのかな。一筋縄ではいかない経験だったぜ。キリュウさん、とりあえずどこでも格闘するんですね。いい感じだ。よく分かってきた。やるか。かかってきなよ。脇が甘いな。敵どこ？頑張りますか。必殺。私の番。かかってこい。どうした？容赦しない。はい、よしない。
見たか。こんなもんだ。図に乗って立ち行こうぜ。私の番。脇が甘いな。逃がしゃし出番が来たな。ほら来いよ。さっさと来い。かかって来いよ。必殺。どうしよっかな。もしかして押し寄せ見とれないでよね。何でもできそう。エモいぜ。浜子さん、どうも。おお、サエコ、相変わらず儲かってるかい。ああ、うちの店ぼちぼちよ。浜子さんのところは？あんたんとこがぼちぼちならこっちも似たようなもんかね。結構暇な時間帯が多くてさ。それより見ない顔のお兄さんがいるね。最近こっちに来たんだ。俺は鈴木太一ってもんだ。はあ、なんだいそのいかにもな偽名は。うん、いや偽名とぼけんじゃないよ。自分の名前名乗るのにそんなぎこちないんじゃあからさまだろ。ぎこちなかったか。もうこの人には多分下手なこと言わない方がいいです。なるほど、みんな偽名使われてんのは承知の上ってことか。ま、そういうことなら構わないさ。いいよ、鈴木太一さんね。了解。やっぱりかなわないな、浜子さんには。大丈夫、この町で商売続けてりゃあんたもすぐ私みたいになれるから。それ、全然嬉しくないんですけど。この人は浜子さんといって、偉人町に関しては私よりずっと長いんだ。この辺の主というか、取り付いてる妖怪みたいなもんでね。うん、あんたら一番のやつを差し置いて新しい男に走ったのかい。こちらの鈴木さんは以前に私も春日もまとめて世話になった人なんだよ。裏社会においては格もずっと上だ。あんたが失礼な口を聞くと私たちが恥をかく。よせよ、そんな風に扱われちゃ俺の方こそ浜子さんに失礼だ。なるほど、さすが一発の男かね。レディに対する態度は合格点だ。あんたは一番のやつとはどういう関係なの。なんというか
以前あいつがいた会社に俺も勤めていた。当時は会ったこともなかったんだが、一番は鈴木さんのことをすごく尊敬してる。あとついこの間までハワイで一緒だったの。へえ、一番のやつと一緒にハワイなんてずいぶん仲がいいんだね。じゃあちょっと鈴木さん、あんたよかったら少しお茶でも飲んでかない？ん？俺とあんたでか？取って食いやしないよ。それとも何かい？忙しくてババアと一杯お茶飲む時間もないのかい？じゃあ一杯ごちそうになるよ。そう来なくちゃね。2階に上がってすぐ支度するから。ここはあんたのお店なのか？まあね、建前上は小料理屋。通常はここに女の子がついてくれるんだよ。もしそういうサービスがお望みなら、また後で出直してくるといい。その時はちゃんと金を取るけどね。いや、いいんだ。ここは世に言ういかがわしい店なんだよ。ほら、何年か前に青木亮って政治家がいたろ。そいつがある時偉人町に来てね、ブリーチジャパンって NPO 団体に指示してシェルターを作るってぶち上げたんだ。うちみたいな風俗で働く子やその家族を無料で住まわせて職業訓練も受けられるってね。いいアイディアよね。これこそ真っ当な慈善事業だと思った。私のこともそこの寮母にしてくれるって言うから、ここも売っ払おうとしたんだよ。じゃあなんでこの店は残ってるんだ？シェルターなんて真っ赤な嘘だったから。青木亮は票集めの人気取りのためにグレーゾーンの人間を一掃するのが目的だった。私はここで働いてた子らをシェルターに行かせたけど、それは実はネズミ捕りの罠でね、みんな捕まって強制送還された。今この店にいるのは別の新しい子たちだよ。うちに来るような子は故郷にさえ身寄りがない。だから偉人町に身を寄せてたんだ。それがうっかり私が騙されたせいで、当時の子たちはもうどうしてるかもわからない。知らなかった、そんなことがあったんだな。ただあんたには避けようはなかったろう。でもね、一番たちは青木亮の正体を見抜いてシェルターの話もうさんくさいって疑ってた。それを聞いても私はまんまと騙されたわけ。しかも青木の善意を疑うなと一番を怒鳴りまでした。悪いのはあんたじゃねえだろ、浜子さん。青木亮だ。それは分かってるんだけどね。私は一番のやつに未だに怒鳴ったこと謝ってないんだ。あれから何年も経つっていうのに完全にタイミングを逃しちまってね。あいつはあんな男だからこんなつまらないこと覚えてないかもしれない。じゃあもう謝る必要ないのかなって、そんな風にして今日まで来ちまったんだよ。それで俺に打ち明けようと思ったわけか。春日との間に入ってくれと。そこまでずうずうしいことは言わないよ。ただ誰かに聞いてほしかったんだよね。と言って難波や紗友子じゃダメだ。
あいつらには私の弱いとこ見せたくないから。だからって俺が相談相手になると思ったのか。あんたは一番のやつが一目置く人なんだろう。それに最近までずっと一緒だったっていうじゃないか。ねえ、もしかしてあいつ私のことハワイでなんか言ってなかったかい。もしかしたら言ってたかもしれないが、悪いな、覚えてない。そっか。お役に立てそうもないな、俺は。つまらないことに時間を取らせたね。悪かったよ。いや、誰にでもあんたと同じようなことがある。喉に小骨が引っかかって取れねえような感覚。忘れちまおうとしても何かがそれを良しとしねえ。要はけじめがついてねえってことなんだろう。けじめか。でも白黒ついてないことは私くらいの年になると数えきれないくらいあるよ。ああ、俺もだ。で、最近はいろいろとあって何かとてめえの人生を振り返ることが増えた。死ぬまでにやり残したことを整理してたらこんな風に思うようになった。悔いのない人生なんてない。そんなものを手にするのは絶対に不可能だ。だが自分が手にした人生をほんの少しでもいいものにしていくことはできる。じゃあ一番のやつに怒鳴ったことを謝れって。でも今さら言ってもそんなの覚えてないって笑われるかもしれないよ。あんたが長い間気に病んでいたと知りゃあいつは笑ったりなんかしない。そういう男だ。俺が受け合うよ。なるほど、サエコやソンヒを周りにはべらせているだけあるね。はべらせてるって。そいつは随分と聞こえが悪いな。あんたと話せてすっきりしたよ、鈴木さん。次に一番と会うのが楽しみになった。そうか、そいつはよかった。俺もおかげでうまいお茶をごちそうになった。そろそろ戻るよ。一番のことで私が悩んでたこと、サエコたちには内緒だよ。あいつらは私のことを妖怪呼ばわりまでするんだ。甘く見られるわけにはいかない。秘密を守ることにかけては自信がある。安心してくれ。じゃあな。鈴木太一か。本名はどんなだろうね。ありゃきっと名のある男だよ。ボクシングジム。ボクシングジムに通ってるのか。ええ、最初はダイエットでもうと思ってお試しで行ったんですけど、
結構ストレス発散にもなって楽しいんですよ。トレーナーさんにも筋がいいって褒められちゃって。へえ、やるじゃねえか。桐生さんがピンチの時は助けてあげますね。シュッシュッ。ふん、そりゃ心強い。頼りにしてるぜ。よし。なんこれはうまいよ。うん、悪くない。いけるじゃない。うん、いけるじゃないか。ぶっ飛ばしちゃおう。覚悟してよね。私の番。脇が甘いな。しつけの時間。しまう。どこ見てんの。失礼します。頑張りますか。君だけじゃねえ。遊んでいい。さっさと来い。ふざけないでください。ビビってんの。見さらせ。ごちそうだ。残さずくらえ。おっかっかっ。行くぜ。ついてこれる。どうしようかな。恥かいても知らないから逃がしゃしねえぜ。終わらせる。出番が来たな。必殺。うわ、私の番。態度でかいね。見せてあげる。よっ、やっ、それ。私の番。相手してやる。さっさと来い。ほら、すまねえ。行くぜ。どこ見てんの。そっか。寝てるわ。頑張りますか。見さらせ。どうしよっかな。態度でかい。容赦しない。はっ。あっ、あっち。やる。君雑魚じゃねえ。
ほら。よし、バッチリ。俺の番か。態度でかいね。よし。使え。感知。おつ。おれおれ。出番が来たな。さっさと来い。ビビってんの。必殺。一息つこうや。乾杯。乾杯。私の番。態度でかいね。見せてあげる。行くぜ。終わらせる。私の番。かかってきな。頑張りますか。よいしょ。どうしよっかな。やっあ、遊んでやるか。知力効く。俺の番か。ビビってんの。やるのかよ。君雑じゃねえ。使え。よし、バッチリ。見てる。きっ、きっついな。どこ見てんの。ビビってんの。やるのか。かかってきなよ。態度でかいね。回復。問題ねえ。行くぜ。さーて。寝てるわ。デリバリー頼むぞ。お待たせしました。打ちかませ。さあ、ちょっと来い。いいね。ありがとう。入れる。体を持て。相手してやる。君雑じゃねえ。かかってきなよ。そらよ。感知した。どうしよっかな。
最高だったぜ。やるせえぜ。やるのか。仕留める。そこだ。どうしよっかな。容赦しない。何をしない。見たか、俺の活躍。まだ強くなれるか。大人の渋みが人生、これ成長ってな。いい感じ。見とれないでよね。よがあるのか。懐かしいな。キリュウさんって踊ってたりしたことはあるんですか。まあ昔ちょっとな。サイコはよく踊ったりするのか。ダンスは学校の体育くらいでしたね。こういうところで踊ったことなんてほとんどないです。そうだったのか。だがサイコは運動神経もいいし、すぐお立ち台に立てると思うぜ。お立ち台？え、キリュウさんが踊ってたのっていつの時代？え？え？いい感じだ。よし。おい、お前。このビルの地下に雀荘があるんすよ。今度みんなで麻雀しません？おお、いいな。行ってみるとしよう。そういやよ、の前に半純義から聞いたんだけどよ、コミジルにある風車って洗濯機1台回すくらいらしいじゃねえか。今もまだやってんのかい。ああ、風力発電のことか。もちろんだ。日々研究しているぞ。性能もアップデートして、そよ風でも取りこぼさず発電できるようになった。ってことは、そう、脱水ができるようになったんだ。安定した発電が課題だが、やはり自然エネルギーだと難しくてな。乾燥できるようになるにはまだかかりそうだな。ナンバが自転車こいで発電してくれてもいいんだぞ。それは遠慮しとくぜ。いらっしゃいませ。いただきます。
ごちそうさまでした。ありがとうございました。いい調子だな。よいしょっと。やってやろうぜ。私の番。どうした？目障りだ。どうか見てんの？出番が来たな。せい！行くぜ。かかってこいよ。ほんで、かかってこいよ。私の番。さっさと来い。見せてあげる。うわ、やるか。悪くない気分。まだまだ強くなれそうだ。寒いな。なんかあったかいもの食いたいぜ。あ、それじゃあラーメンがいいな。そばを食べるか。バレちまった。キリュウさんはどっち食べたいですか。え？ラーメンですよね。そばだよな。蕎麦だな。信じていたぞ。出汁の香りを楽しみながらサクサクのかき揚げが乗ったシンプルな蕎麦。温玉を割り入れるもよし、つゆが染みて味が変わる天ぷらを楽しむもよし。寒い冬に食う蕎麦は格別だ。ごくり、今日は蕎麦ね。切り替え早。キリュウさん、グルメレポーターとか向いてそうですね。ん？そうか。俺は食いたいものを言っただけだがな。俺もそういうこと言えるようになりてえな。麺とスープの IT 革命だみたいな。何を言うかもそうだけど、誰が言うかも大事なのね。どういう意味だよ。ナンバドンマイ。懐かしいな。ありがとうございます。懐かしいな。
っしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。文句なら聞くぜ。何がんくれてんだ。今つかしやがった。かかって消えがる。やるか。仕留める。しつけの時間。いいな。ほ、出番が来たな。俺の番か。どうしよっかな。はい、おしまい。見たかよ。こんなもんだ。ちょっといいみたい。ここはね、キリュウさん、俺らの行きつけなんですよ。サバイバーっつってね。マスターはちょっとこわもてですけど、根はいい人なんで大丈夫。偉人町で歌聞かせたいならここしかないわよね。どうもマスター、新しい客連れてきたぜ。うん、こちらは鈴木太一さん。もしかしてお知り合い？いえ、どなたかと人違いされているんでしょう。はじめまして、サバイバーへようこそ、鈴木さん。昔よく似た人がいたんだ。だがマスターの言う通り人違いだった。失礼しました。いえ、どうかお気になさらず。こちらこそよくある顔なもんですから。あの二人知り合いか？そうなのかな、うん、ただの人違いだったんだろ。私たちは歌いに来たんだ。さ、始めようじゃないか。ええ、どうぞ。本日は貸し切りにします。どうぞ心置きなく楽しんでください。ありがとうマスター。もうなのね、夢を追って傷ついて。ハワイにいた時はどうなるかと思ってたけどよ、キリュウさん、だいぶ元気になったように見えるぜ。これもソンヒとサッちゃんのおかげだ。水臭いんだって、ナンちゃんは。もっと気楽に頼ってよ。私だってキリュウさんには恩義がある。やれるだけのことはさせてもらうつもりだ。だね。私も偉人町の人間としてはキリュウさんに恩返ししたいし、何よりもしかすると助かるかもしれないのに放っておくなんてできないって。二人がいてくれてよかったぜ。俺一人じゃさすがに荷が重かったからよ。なんなのよこの涙、バカみたい。
さん、お上手でした。ええ、最高でしたよ。噂は本当だったな。堂島の竜はなかなか歌を聴かせる。ちゃんと聞いてなかったように見えたぜ。まさか、聞いてましたよ。まあ、別にそんなんでへそ曲げるわけじゃねえがよ。だから聞いてましたって。誰だ、次の曲だぞ。どういうわけだろうな。次の曲も俺だ。いや、絶対わざとでしょ。レールから外れた、なら盛り上げていくか。入れるぞ愛の手、燃やすぞ魂。おっしゃー、おっしゃー。 We're breaking the law、 breaking the world、 壊せ、切り裂けてんだね。 We're breaking the rule、 六方全勝じゃ縛れない、波乱分子さ振り上げた、握り拳が俺たちのジャッジメント。ちょっと失礼するよ。うん、早く戻ってこいよ。いやー、桐生さん、今日楽しいっすね。ほら、おかげでいい気分ですよ。ほんと？あー、マスター、おかわり。私だ、どうした？重要な連絡だろうな。私はしばらくお楽しみだと言ったはずだ。分かってるよ、でも仕方ないだろう。ずっと憧れの桐生さんと一緒なんだから。よう、ソンヒ。なんだよ、また眉間にシワ寄っちゃってるぞ。そうか、そんなことはないだろう。仕事の話じゃねえのか。あれれ、桐生さんと遊ぶより大事な仕事なんてある？別に大した要件じゃなかった。ただちょっと気がかりな情報ではあった。なんだよ、気がかりな情報って。青龍会に妙な動きがある。組員を増やして勢力を急拡大させているんだよ。あれ、なんだよ、そんなことも知らなかったのか、あのコミジルが。あそこは頭の海老名ってのが極道の第二次大解散を企画しててよ。それで元登場会やらのヤクザに声かけてんだ。ああ、俺も春日からそんな風に聞いてる。行き場のない元極道たちに受け皿を作る、それが第二次大解散の目的だ。そのため一時的に青龍会の杯を受けさせて仕事を与えている。港の倉庫でゴミの保管ビジネスをしてるのもその一環だ。春日がハローワークでやってた事前事業の拡大版と言える。なんだよ、やっぱり知ってたんじゃねえか。だがな、どうも今青龍会が組に引き入れている連中には真っ当に社会復帰できていた者もいるらしい。それも少ない数じゃない、100人単位だ。え、なんでそんなこと。ちゃんと社会復帰できたんなら青龍会に行く理由はないはずでしょ。海老名の言う社会復帰のための一時的な受け皿ってのは表向きの綺麗事で、本当の目的は別にある可能性が高い。確かなのか。それは無礼な質問だな。コミジルの情報網を束ねているのはこの私だ。まあまあ、でもよ、なんかの勘違いかもしれねえだろう。社会復帰できてたって、実は本人的にはやりたくもねえ仕事で嫌気がさしてたとか。確かに元ヤクザたちそれぞれの事情までは知りようもない。私が気がかりな情報だという理由はもう一つある。青龍会はね、ゴミビジネスの拠点を横浜からハワイに移そうとしているんだよ。何？
最近勢力界の杯を受けた連中はみんなハワイへ向かうことになる。ついこの間まであなたがいた場所だ。これは単なる偶然か、それとも何か意図的なものかな。何なんだよ、ハワイに何があるってんだ。清流会の人が誰かハワイに縁があるとか。そういや、春日にハワイへ向かうように言ったのは確か、それなら沢城ですね。元荒川組の頭で荒川真澄の右腕だったやつです。そんで茜さんが生きてたことをずっと一人腹ん中に隠してた。それが今は清流会で海老名のすぐ隣に立っている。じゃあエンディングノートのリストに一つ追加した方が良さそうだ。沢城と話すっての。そういう使い方もあるんですね。清流会の本部はすぐそこだったな。ああ、だが今は沢城やほとんどの幹部たちは偉人町にいない。増えた組員のためにここ1週間ほどで別の支部を立ち上げたんだ。もし桐生さんに行く気があるなら明日私が案内しよう。そうか、分かったよ。ありがとうございます。いらっしゃい。ほう。いらっしゃい。
よう、ナンバー。隣いいか。もちろん。一人で寂しくやってるとこです。ああ、ただ桐生さんもやっぱり飲まれます？気を使わせちまってすまねえな。これでも元看護師ですから。それに桐生さんのことは一番からくれぐれも頼むって言われてますんでね。わかった、酒は控えとくよ。今日はウーロン茶にしておこう。なら俺もお付き合いします。マサ、そういやお前たちはみんな仕事をなくしちまったんだってな。そうなんです。俺も一番も足立さんもみんないっぺんに。俺は以前訳あってホームレスやってましてね。そこからこの年になっての再就職だったんで、結構苦労して見つけた働き口だったんですけど、急にパーになっちまいました。どんな仕事だったんだ？医療器具メーカーの倉庫で検品作業です。やっぱり医療関係なんだな。どうかな、関係あるようなないような。まあその仕事に就くまではいろいろやりましたけど、どこも日雇いとか短期のやつばっかで。でも検品の仕事は2年契約更新してもらって、職場のやつらともうまくいってたんです。ほら俺も年だけは行ってるんで、結構若い連中に慕われたりして。年だけだなんて謙遜することないさ。俺も随分助けられたからな。お前が人に慕われるのもよくわかる。そんな嫌だな、照れるじゃないですか。照れる必要なんてない。改めて礼を言わせてくれ。いやいや、マジでやめてくださいって。やばいな、やっぱちょっとだけ飲もうかな。それにしても年食ってから新しい仕事に就くってのは随分苦労したろう。せっかく頑張っていたのに残念だったな。そこですよ。聞いてくれます、桐生さん。俺を慕ってくれた中には若い子もいたんです。なんだ、急に元気になったな。ああいや、だってやっぱり嬉しいじゃないですか。その子おおらかな子だったんで、ちょっとドジも多かったんですけど、そのドジっ子がね、常々俺に言ってくれてたんですよ。ナンバさんはずっとここ辞めないでくださいねって。ふん、居心地のいい職場だったみたいだな。あ、別に下心とかじゃないですよ。分かってる、お前はそんなやつじゃねえよ。たくも。でですね、地味な仕事でしたけど、俺はまあ人一倍楽しくやってました。新しい環境で新しい仲間ができて、やっと社会ってやつに居場所ができた気がしました。元ホームレスとしちゃかなり恵まれた再出発だったと思います。なのにある日急に契約終了を突きつけられて、もう来なくていいって。理由は何だったんだ？いや、そんな説明ありませんよ。契約は更新しないと言われたらそれまでです。ひでえ話だな。ええ、でその後家に帰ってみたら、一番のことがネットで炎上してると分かりました。それまで俺は浜の英雄とダチだってことを職場で吹いてましたからね。会社としちゃ自分らに飛び火しねえうちに俺を切りたかったんでしょう。春日の騒ぎに巻き込まれたってわけか。もちろんあいつのせいだなんて思いません。一番も足立さんもはめられたんです。だから俺はほんの少しだってあいつらを恨みに思ったことはないですよ。辛かったな、ナンバ。分かった、全部飲んで忘れちまおう。ウーロン茶でですか？
でも桐生さんが付き合ってくれるんなら悪くねえかもな。ああ、腹がタポタポになるまで付き合うぜ。お前も自分の生活を立て直そうって時なのにすまないな。俺に付き合わせちまって。そんなことないですよ。いや確かに一番に頼まれてハワイから送ってきたけど、今こうしているのは俺が好きでやってることです。だからマジでそんな気にしないでくださいね。でないと俺も帰ってやりづらい。分かったよ、ありがとな。じゃあこれからも一つよろしくってことで乾杯しますか。そうだな。よう、ソンヒ。キリュウさん、あなたも飲みに来たのか。酒は百薬の長だからな。変な言い訳はしなくていい。何を飲もうがあなたの勝手だ。口を出す気はない。助かる。隣いいか。うん。あの桐生一馬がふらりと来て隣で飲むなんてな、なんだかおかしな感覚だね。そんな大層なもんじゃねえ。白髪混じりのただの中年だ。それに引き換え、あんた小見汁に加えてハンピン・リューマンのトップでもある。どれだけの部下の人生を背負ってるか、相当なプレッシャーだろう。持ち上げすぎだよ。俺はその重荷を放り出したからな。ああ、あのことか。あなたは東条会の4代目を襲名して直後に引退したんだったな。もう20年くらい前か。もしあの時桐生さんが会長を続けていたら、東条会はどうなってたかな。どうだろうな。いずれ東条会は解散してたろう。時代の流れだ。俺一人でその流れがどうこう変わることはきっとなかった。むしろ俺がトップじゃ東条会の解散は早まったかもな。上に立つ器じゃなかったんだ。器か。あなたは群れるのが性に合わなかっただけでは。はっきり言うな。いや、無礼をするつもりはなかった。大丈夫だ、そんな風に思っちゃいない。バッサリ言われるのは少し新鮮でよかった。さすがは大組織のトップだな。裏社会なりの掟と秩序が保たれている限り特にやることはないさ。不心得者が現れた時だけ睨みを聞かせればそれで十分。トップの役割といったらそれくらいだ。楽な仕事だろ。あんたは人に弱みを見せないんだな。重責を負った上でそうやって涼しい顔でいられるのは大したもんだ。よくそう言われるが本当に苦じゃないんだよ。私は今の仕事や立場を楽しんでいる。もちろん最初は試練もあったがね。リーダーシップを身につけるのに訓練はいらなかった。適材適所ってやつか。コミジュルもハンピン・リューマンもあんたがトップで恵まれたな。あなたにそう言ってもらえるのは光栄だよ。まだ時間はあんのか。桐生さんがまだ飲むというのに私から切り上げたりはしない。当然行けるとこまで行くさ。いつもそんな調子で酒を飲むのか。あんたの部下になったら大変そうだ。
裏社会もパワハラに気を使うご時世さ。部下にそんな無茶はさせないよ。恐怖による支配力を否定するつもりはないが、それだけじゃ長続きはしないからね。なるほどな。つくづくあんたはトップに立つのが向いてるみたいだ。そういやコミジュルってのは今も町中を監視してんのか。そこから吸い上げるあらゆる情報がコミジュルの力の源だったよな。ああ、ただ私が全てを把握してるわけじゃない。必要な情報だけ腹心が私に上げてくるルールだ。腹心？反順義か。ああ、非常に優秀だし、私へ変わらぬ忠誠を誓ってくれている。私にとってまさに右腕だよ。陰銀無礼なところがたまに傷だがね。とはいえもちろん他にも腹心と言える部下はいる。私の父親世代の連中なんかもね。父親世代となると俺と大して変わらねえ年か。そうだね。組織でサイコさんの良きおじさんたちだ。彼らからはお小言をもらうことも多い。あんたにも怖いものがあったか。コミジュルの前は人言派にいた人たちだからね。若き日には全盛期の登場会としのぎを削り合った。おそらくキルさんが名を馳せるより少し前の時代だろう。私は彼らからあなたの武勇伝も聞かされたものでね。それが今隣にいるのだから、その緊張するというか。ん？なんだって？いや、なんでもない。忘れてくれ。かつての人言派たちか。なら、俺があんたといるのを不快に思わなきゃいいが。それは確かにどうなんだろうな。だがもしそういう気持ちがあっても私が抑えるよ。安心していい。あのおじさんたちも私の言うことには逆らわん。おじさんたちとは俺が会って話す。もし必要ならばな。あんたに迷惑はかけない。それはむしろ私にとって恥になる。この町にいる限りトラブルは全て私を頼ってくれ。あなたは私にとってそういう客なんだよ。そうか、ありがとうな、ソンヒ。そばにいてくれて心強く思ってる。ああ、最近の偉人町は平和すぎてね。ずっと物足りないと思っていたところだ。あなたがこの町に現れたことで何か面白くなりそうな気がしている。おいおい、何か物騒な期待をしちゃいねえか。そんなことはないさ。いいかな、キリュウさん、改めてこの町に来たことを歓迎させてもらうよ。ああ、偉人町へようこそ、キリュウカズマ。乾杯。乾杯。楽しいひとときだったようですね、ソンイシさん。マスターの目にはそう見えたか。ええ。ここだけの話、実はずっと緊張していた。相手は堂島の竜で、まさに伝説の存在。裏社会では私よりもずっと格上だからね。偉人町を代表して粗相はできないんだ。私は桐生さんに変なことを言ったりしてなかったか。私が聞いていた限り大丈夫だったようです。そうか、マスターがそう言ってくれるなら安心だな。そうですか。あの桐生一馬とサシで酒を飲んでるなんてな。だが
ちゃんとやれてるぞ、私。どうも、キリュウさん。今日も付き合ってもらえるか？ええ、もちろん。ただ酒は控えろ、だろ？分かってるよ。この店はウーロン茶も悪くない。何か考え事してたんか？ええ、まあ、とはいえ、しょうもねえことで。どうしょうもねえのか、俺は興味あるぜ。そうですか。じゃあ、聞いてもらっていいですかね。ああ、こうなったら全部ゲロってもらうまで返さねえぞ。怖っ。はキリュウさん、結構お茶目っすよね。それほどでもない。それで考え事ってのは？考え事っていうか、ふと思い出してたんです。この間職場の同僚たちにやってもらった送別会のこと。ああ、医療器具メーカーの検品の仕事だったな。覚えててくれてましたか？はい、そうなんです。大勢集まってくれましてね。ただみんな心配そうでした。明日は我が身かもって。どこも景気は良くないからな。ええ、ああほら、前ちょっと話したドジっ子覚えてます？そういや、そんな子がいるって言っていたか。ほら見てくださいよ、送別会の時の写真です。その子も来てくれて。この子みやびちゃんって言うんですけど、帰る時俺のために泣いてくれました。優しい子なんだな。ただしその場で恋愛的な感情ではないって。しっかり釘は刺されちまいましたかね。そこは優しくねえな。もともとは秘書もやってたって話で、きっとその気になりゃいい男をよりどりみどりですから。いい職場だったんだな。写真からなんとなく伝わってくる。ええ、みんな会社が俺をクビにした理由がわからねえって首をかしげてました。どうも一番の炎上騒ぎと俺の首がつながってるとは思ってないみてえで。まあだから俺も特に何も言わずにおきました。おかげで寂しいながらも楽しく飲めましたよ。だがお前はまだ踏ん切りがついてないようだな。ええ、ああ本当は早く次の職を探さなきゃいけねえんですが、どうにもやる気が出ねえ。一番と足立さんは俺なんかよりよっぽど大事なもんを畳む羽目になってるってのに、あいつらを横目に俺がしょぼくれてるわけにいかんのですが、どうにも。分かった、今日はとことん付き合うぜ。お前が自分の糞を吐き出すのを手伝ってやる。だからあんたは飲んじゃダメなんだって。少しは自分の体にも気使ってくださいよ。おっと、そうだったな。でもそう言ってもらえてちょっと気が楽になりましたよ。それより俺は一番や桐生さんには感謝してるんです。ん？何の話だ？仕事なくして手持ち無沙汰になって、それで改めて思い知ったのは、俺がいなくても世界は問題なく普通に回るってことでした。けどそんな俺に一番は力になってくれって言ってくれたんです。そんで桐生さんは俺に助けてもらったって。なんつうか、必要とされるって救われます。そうだよな。
ならこれからも厄介かけさせてもらうとしようか。喜んで。よーし、歌っちゃうわよ。盛り上がらないと撃ち抜くぞ。よし、歌うか。この曲を送ろう。ラブリーソーキーソーキー変わるのスポナッカー Let's fly high like a butterfly。意味ない強はうネズミと変わりない。心まで溶かされて This world は光さえない Can't stop 壊れゆく my mind 花だらけの胸を張れよお前こそがバタフライもう一度死の果てまでオーバードライブ、yeah!スポナッケ Let's fly high like a butterfly 嫁に見てるのスポナッケ So fly high like a butterfly 地の果てまでオーバードライブ命燃やし Endless time 地の果てまでオーバードライブ命燃やし Endless time Oh yeah Fly like a beautiful butterfly Fly like a beautiful butterflyとても気持ちよく歌えた。よし、歌っちゃうわよ。ちゃんと盛り上がってよね。Whoa, whoa, 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 whoa,出直してきなよ。ジャジャ。てめえの夢曲げてまで。おい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 。クソ野郎にお茶とか組んでんじゃねえよ。まだまだ組むぞ。こしんでこしらえた。おいおい。ごつのブラックボックスを。はいはい。こじ開けに行こうか。Make my head。お会いに腐れ止めなそばせ最高右で右で幹を抜けるような逆じゃないぜ。おーおーおーお会いに腐れ様々見さらせ最高胸がんじがらめに絡まる
ち切ってやウェイ。ウォー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 、ぶち壊してやウェイ。そんな腐るはブレイク、そんな最高がウェイ。ララララララ。よし、歌おうか。ちゃんと盛り上がってよね。僕がいなきゃダメだと思い込んでた君が最高旅立つ暖かい春の日、僕の知らない服、見慣れない靴履いて、デートでも行くかのようなお別れ、何度写真撮っても何ギガのどこかでも足りないくらいメモリも思いも確かこんな春風、いつか別れる日が来る、そんなの分かってたのに、遠ざかってく背中を押してあげて春風、大丈夫、輝く未来がそこには待ってるはずさ。2階から目薬ってここから刺すってことだろ、無理じゃね。だから効果が期待できないって例えだろ。いや、風がなければいける気もするな。え、キルさん、2階の高さってだいたい3メートルくらいだっけ。いけるんじゃねえか。なんでキルさんそんな目薬に自信持ってんだ。ふん、それじゃあ今度やってみるか。ナンバー、目薬刺す役頼めるか。え、あ、わかりました。キリュウさんが1階で目見開くの。ナンバメ、キリュウさんとバッテリーを組むとは。サイコ、私たちもやってみよう。1階で目を見開いてくれ。嫌です。よう、やってるな。どうも、ちょうどよかった、キリュウさん。よかったら聞いてほしい話があるんです。どうかしたのか。前の職場にいたみやびちゃんって子のこと覚えてます？ちょっとドジな子で。ああ、お前の送別会で泣いてくれたって子だよな。あの子がどうかしたのか。ついさっきそのみやびちゃんから電話がかかってきたんです。俺が職場をクビになったことについて、今日会社から職場の皆に事情説明があったって言うんですよ。ずいぶん今更だが、どんな説明だったんだ。それがですね、過去に起こした俺の不祥事が原因だってんです。過去の不祥事？
俺は昔看護師やってた頃に病院の薬を盗んで横流ししたってことになってるんです。薬の横流しか。いや、お前に限ってそんな真似はしねえはずだ。え？あ、そっか。言わずとも分かってくれますか、キリュウさん。それくらいは分かるさ。ええ、そうです。薬盗んで横流ししたのは別の人間なんですが、それについちゃ俺の中で肩はついてます。俺はその話を検品の仕事に就く前にあらかじめ会社に伝えてました。その上で2年も働かせてくれてたのに、今さらそれを理由に契約を打ち切ったってことになります。ずいぶん妙な話だな。ええ、俺はてっきりネットで炎上した一番のダチだからクビになったんだと思ってました。会社としてはいくらでも替えの利く俺をリスクを冒してまで雇う理由はないわけですし、で会社は俺の元同僚たちにも素直にそう説明すりゃいい。だが会社はそうはしなかった。実は会社がお前をクビにしたのには第三の理由があったのかもな。第三の理由？そもそも春日の動画が炎上したところで会社がお前をクビにするほどのこととは思えねえ。お前は倉庫で検品する作業員で客の前に出るわけでもなかったんだろう。ええ、いや確かにネットで炎上した人のダチがみんな会社をクビになるっていうなら世の中ろくに働きやしませんね。俺がクビにされた本当の理由か。何か思い当たることはあるか。いや、でもこのままで済ませちゃいけねえって気がします。とっくにクビになってんだし、くだらねえって思われるかもしれませんが、けじめをつけておきたいんだろう。そう考えんのは自然だ。けじめか。そうっすよね。このままじゃモヤモヤして寝れやしね。ああ、それでこれからどうする？ちょっと考えてみます。すいません、キリュウさんもいろいろ大変なのに。いいさ、こういうのはお互い様だ。そう言ってもらえると気が楽になります。また相談に乗ってもらえますか。一番のやつがいねえと俺はどうにも頼りなくて。話を聞くだけで大したことはできねえかな。とんでもねえ。話を聞いてもらえるだけでありがたいです。